ロシアの空港にドローン攻撃、軍機が被害か。西部プスコフ州、ロシア西部プスコフ州のベデルニコフ知事は29日、州都にある空港がドローン攻撃を受けたと明らかにした。SNS 上では現地の人が撮影したとされる、飛行場の火災の様子が大いに拡散されており、この日に発生したロシア本土へのドローン攻撃によるロシアの被害は、戦争開始以来、過去最大のものだったとされているとのこと。ふむ。ウクライナ軍の攻撃もどんどん進展しているようですね。とてもいい流れ、ロシア国内の飛行場を攻撃したという情報は、これまでも何度も報告されていたわけだが、今回の重要なポイントは主に2つ。それはウクライナの領土から極めて遠いこと、そして被害がこれまでの攻撃の中でも、過去最大のものであったということだ。ウクライナ軍の襲撃があったとされるプスコフ、地図で見てわかる通りウクライナからはかなり遠く、最短でも直線距離にして690km ほどはある場所のようだ。ロシア軍はロシア領内におけるウクライナ軍のドローン攻撃の被害を避けるため、このような遠い場所にも軍用機を配置するなど、かなり守りの姿勢に入っていたようだ。これはまたすごい。ロシア軍としてもここならウクライナ軍も攻撃してこないやろ、とでも思ってたんやろな。ということで今回は、ロシア軍、過去最大の大損害 700km 先の飛行場を攻撃され、飛行場を守る術がもうなくなると題し、今回のウクライナ軍の攻撃の詳細と、これに伴うロシア軍が取るであろう、重要な作戦の変更の予測について解説していこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、今回発生した飛行場での爆発は、ロシアの首都モスクワから北西にかなり離れた場所、プスコフ州の州都郊外にある、国際空港で発生した爆発だったとのことだ。地理的にはウクライナどころか、エストニアとかラトビアに近いのね。ドローン攻撃ってこんな遠距離にも届くものなの。そうだな。これほどの距離のドローン攻撃は、これまでには確認されなかったこともあり、西側諸国も含め、ロシア側も少々混乱している様子が見受けられる。中にはオシントグループの一部が、これはエストニアやラトビアを経由しての攻撃だったのではと予測したため、この予測にロシア国内の陰謀論界隈が反応し、この攻撃はエストニアから発射されたドローンによる攻撃だ。すなわちNATOによる攻撃であると、一部ではかなり論理が飛躍しているような状況になっているようだな。それはさすがに草。まあ対ウクライナでこれだけ苦戦しているとなると、ロシアとしてはあまりにも面目が立たないから、ロシアはNATOと戦っているのだとするストーリーを作り始めていたのは、結構前からあったわね。8月29日から30日にかけて、プスコフの国際空港にはかなりの数のドローンが飛来していたようで、一部現地映像では、このように周辺一帯で連鎖的に火災が発生している様子が確認されているぜ。いつものように詳細は不明なのだが、観測された情報によると、プスコフの空港への攻撃は、少なくとも20機のドローンによる攻撃だったとのことだ。こちらの映像では、かなり近距離で火災の様子が撮影されており、実際に空港に配置されていた航空機が、複数被害を受けたことも明らかになっているな。はい？これはすっごい。都市部郊外でこんな火炎地獄みたいな映像が撮られるようになるとは、しかもウクライナとはかなり地理的に離れているってところも重要ポイントよね。こんなところにまで攻撃を仕掛けてくるなんて、到底思っていなさそう。ここにもロシア軍の兵器があったってこと？ああ。実際にここにはロシア軍の軍用機が存在した。こちらはドローンの襲撃後、上空から撮影されたプスコフの空港の衛星写真とのことだが、こちらの写真に写っている航空機は、イリューシン76と呼ばれる大型輸送機だ。このプスコフの空港はもともと軍民共用の飛行場であったこともあり、複数のイリューシン76がこの空港に存在していたようではあるんだが、この攻撃によって少なくとも2機のイリューシン76が完全に破壊され、映像や写真では未確認だが、ロシア側でもさらに2機のイリューシン76が破壊されたと報告している。さらに衛星写真の情報からは、完全な破壊には至っていないものの、損傷を受けた機体が2機確認されており、計6機が被害に遭った可能性が高そうだ。おお、大型輸送機を6機もこれはロシア軍に与えた影響は大きそうね。ウクライナ軍としては兵站の要になりそうなものを、
片っ端から潰しに行っているわけね。これはまたロシア軍の兵站網に致命的なダメージを与えることになりそう。いや、実は残念ながらそれほどの影響はなさそうだ。理由としては前線への兵站物資の輸送には、ほぼ有効活用できないしな。一応、開戦初期に一気にウクライナを制圧することを目指していた当時のロシア軍は、前線への輸送のためにこの輸送機を利用し、ホストメリ空港への進出を図っていたものの、ウクライナ軍に迎撃されたんだよな。今はもう最前線のロシア軍の兵站拠点に送り込むとか、相当難しくなっているという状況でもあるんだぜ。あら、そうなの。であれば、どういう理由でウクライナ軍はこんな遠くの輸送機を襲撃したのかしら。その理由は8月29日から30日にかけて、ウクライナ軍が行った攻撃の全体像を見ると理解することができそうだ。実はこの日、ウクライナ軍によって行われたロシア本土への攻撃はプスコフの空港だけでなく、ブリャンスク州、オヨール州、カルーガ州、リャザン州など、計5つの場所で攻撃を行ったんだ。特にブリャンスク州では、ウクライナ軍のドローンがロシア軍の防空兵器によって迎撃されたところ、そのままロシア国内の大手半導体、集積回路工場に着弾してしまったとのこと。同工場はロシア国防省に防空システムや弾道ミサイルの電子製品を納品している工場であったこともあり、こっちは明確な攻撃対象ではあったようだな。プスコフの飛行場での爆発やドローンの襲撃による火災の様子がかなり大きかったため、どちらかというと、そっちの方が報道されているような印象を受けるんだが、実態としてはロシア国内のあらゆる場所に、同日に一斉にウクライナ軍が攻撃を行ったというのが、今回の事件の全体像であったと言えるな。ほうほう、あくまでロシア本土全体への襲撃計画の中で、その一部分でしかなかったってことなのね。そうだな。このようなロシア本土全体への大規模な攻撃であったことこそが、ロシアとウクライナの戦争開始以降、過去最大の被害が発生したと言われるゆえんになっている。こうしたことを踏まえれば、ウクライナ軍の目的はおそらく軍事的なものだけではなく、政治的、心理的な要素がかなり大きいだろう。ウクライナ国防省情報総局のブダノフ少将は最近、ウクライナはすでに、ロシアのどこでも攻撃できるようになっているなんて語っていたが、彼らはこれを実行に移したわけだな。この襲撃は、ロシア全土のどこにも安全な場所はありはしないという強いメッセージ性を持つものだ。実際、この被害を受けてロシア国内の軍事ブロガーたちは、ロシアの領土と軍事施設を守ることができない、ロシア軍と国防省を批判するコメントを掲載している。防空体制が相変わらず全然整っていないとか、あるいは高価な軍用機をなぜ格納庫ではなく、野ざらしにせざるを得ない場所で保管しているのだとかな。ロシア国内の軍事ブロガーたち、国防省の指示で批判的な発言は少なくなってきたけど、結局こういう失態にブチギレる形で、批判的なコメントを残しているあたり、国防省も全然統率できていないと、ウクライナにとっては、ロシア国内の不満や政権批判の火種を与える方法として有用そうよね。そうだな。ウクライナ軍はおそらくロシア国内のエネルギー施設や飛行場など、さらに攻撃を加速させていくことになりそうだ。ここからは、ロシア軍の対応とウクライナ軍のドローン攻撃の加速の可能性について見ていこう。8月28日、ウクライナ軍が運用するドローンに関する情報で、かなり興味深い情報が報道された。それはウクライナ保安庁が26日、クルスク州の飛行場を襲撃する際に使用したドローンについて、このドローンがオーストラリアから提供された新型ドローン、コルボ PPDS によって攻撃を成功したと報告している。このドローン、なんと脅威の段ボール製だ。このコルボ PPDS、26日のクルスク州の航空基地攻撃の際には16機ほどが利用され、ロシア軍の戦闘機スホーイ30を4機、さらにミグ29も1機、これに加えてロシアを代表する防空システムの S-300 に、近接対空システムのパーンティリ S-1 も2機、大量の兵器を損傷、破壊させたことが判明しているんだぜ。砲弾ボール製のドローン。これはまたすごいものを開発していたことで、この段ボール製のドローンについては、2023年3月時点ではすでにウクライナ軍が利用していると報告され、戦場でもその事例が確認されていたが、ここまでの戦果を上げたことは初めてだった。スホーイ30にミグ29、さらには防空システムまで。この戦果はすごいですよ、ほんと。というか、防空システムは何しとるんですか？全然守りきれてないじゃん。いや、それが実はこのドローンだからこその大きなポイントがあって、段ボール製であるがゆえに、防空システムのレーダーに反応しないという話なんだよな。レーダーに反応しないドローンが夜間にでも飛んでこようものなら、貴重な兵器を簡単に破壊されることになっても、致し方ないことではあるんだぜ。なんと、段ボールを使って DIY というか、安価に開発するのが主目的だろうと思ってたら、レーダーに映りにくいという最強のメリットが存在していたのね。爆発の規模がどのくらいかわからない
からあれだけど、実は通常のドローンよりもよっぽど優秀な可能性が出てくるわね。ウクライナ軍やロシア軍が扱う自爆攻撃用のドローンは、民生品を流用して安価に抑えたとしても、1機100万円くらいは必要にはなるからな。ところがこの段ボール製のドローン、1機あたりの値段はだいたい30万円ほど。この費用感で10億、100億にもなる貴重な兵器を攻撃できるというんだから、とんでもない革命とすら言える出来事ではあるぜ。兵器としてはかなりの破格のお値段ね。ドローンの強さがより強力になったと言いますか。大量の安いドローンを投入して、使い捨て同然でどんどん敵の基地やら兵器を攻撃していくというのが、より一層簡単にできるようになったという印象。おそらくはこういう新しいドローンの運用について、目処が立ち始めていることも、ウクライナ軍がより積極的にロシア本土への攻撃を行っている理由でもあるんだろうな。ロシア軍にとっての最大の懸念は、既存の防空システムでは簡単に迎撃できなくなってしまったということだ。クルスク州の航空基地への攻撃では、16機の段ボールドローンが攻撃を行ったのに対し、撃墜されたのは3機だけだったという。ロシア軍としてはこれまでの、戦線に近い地域にはなるべく貴重な兵器を置かないようにしたり、置く必要がある貴重な兵器は、防空システムによって厳重に守らせたりしていた。ところがここ数日のウクライナ軍の攻撃は、既存の防空システムでは、貴重な兵器を守りきれないことを示唆する内容であったし、だからといって何百キロメートルも離れた場所に兵器を置いたところで、ウクライナ軍の襲撃に遭う、何をやっても安全に守りきる手段がなさそうな中で、果たしてロシア軍がどう対応するのか、見物ではあるな。ロシア本土のめっちゃ東の方に配置して、かつ格納庫にでも入れておくしかないと、結構積んでるわね。まあ、損害が出ることを前提に、大量の兵器をどんどん生産していくって方針しかなくなるよな。最新鋭兵器とか貴重で高価な兵器は、より一層前線から遠ざけられるようになりそうだ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。